はいどうもまさきです。今日は奈良県の音羽三山っていうのに登りに来ました。音羽観音寺っていうところをまず行って、その横から音羽山登って、ずっと縦走できるみたいなんで、ちょっと登っていきたいと思います。駐車場はね、なんか音羽観音寺の駐車場で10台ぐらい止めれるみたいです。はい、ようこそお前。はい、では行ってきます。山津和間寺精進日記の里で、なんか NHK でこの天戸山寺精進日記っていうのがやってて、でそこの舞台になってるのが音羽山観音寺のなんかご住職さんと副住職さんと、あとなんかお手伝いさんの3人でなんかやられてるみたいなんですけど、言ってたのがこれですね。住職さんと副住職さんとお手伝いね。ところどころにこんな可愛い看板があるみたいなんで、見ながら登っていきたいと思います。はい、さっきからちょっと気持ちのいい木漏れ日の道を歩いてるんですけど、もうお寺まではずっと地面は舗装路ですね。2年ぐらい前に1回僕も登ったことあるんですけど、その時はもう急登ばっかりの山やなっていうイメージですね。その時はね、音羽山登ってピストンで三山行かんとピストンで戻ってきたんですけど、今日は縦走してみようかと思います。はい、もうすぐお寺だよって書いてます。はい、駐車場から40分ぐらい歩いて音羽山観音寺到着しました。
はい、今ちょっと中見させてもらったんですけど、ご住職さんがちょっといらっしゃらないみたいで、会いたかったけどちょっと残念ですけど、このまま山に登っていきたいと思います。はい、こっからもう山道になって、はい、音羽山登山道、はい、こっからもこんな感じの道になります。じゃあ登っていきます。はい、音羽山に行く前にこの万葉展望台っていうところに向かいます。Thought life was playing crazy tricks on me. I found you hanging out at the coin laundry. I was a quarter short and you were there beside me. As we sat back, watch my shirt spin, talk places we've been to.もうちょっとで、万葉の展望台着くと思います。どんどん景色が良くなってきましたね。はい、金剛山と桂木山と、二条山が見えてます。いつも大阪側からか見るんで、こっちから金剛山見るのはちょっとなんか新鮮ですね。あ、着いた。はい、万葉の森展望台に到着しました。じゃあ、休憩もしたんで、まずは音羽山の方に登っていきたいと思います。呼吸とすごい急登が待ち構えています。さあ、まあ、頑張って登っていきます。近道って書いてますね。まあ、近道っていうことは急登ってことなんですけど、まあ、近道の方登っていきます。よ、はい、結構な急登が続いてます。まあ、近道やからしょうがない。頑張って登ります。よいしょ。はい、1座目の音羽山行ったんで、次は2座目の京ヶ塚に向かいます。で、3座目がこの熊ヶ岳ですね。はい、さっくり行きます。さっきの音羽山から、次の京ヶ塚までは、コースタイムでだいたい20分ぐらいなんで、まあ、そんな時間かからずすぐ着くと思います。はい、今は、こんな平らな歩きやすい道なんで、
お、看板が見えてきました。はい、はい、ん、あ、ここにも、京ヶ塚もう中かな。あ、上が京ヶ塚かな。行ってみます。もう多分すぐそこやと思うんですけど、時間的に。あ、ここかな。あ、すいた、はい、京ヶ塚の山頂に着きました。音羽三山の2座目ですね。ちょっとだけ景色、はい、じゃあ、あとは残り一つの駒ヶ岳歩いていきたいと思います。さっきの、京ヶ塚山から駒ヶ岳までは、コースタイムで35分ぐらいです。はい、では最後一つ頑張っていきます。今ちょっとフラットな道を歩いてるんですけども、このフラットな道を終わったら、ちょっと目の前に小高い山があるんで、それが多分熊ヶ岳やと思います。あともう10分ぐらいで山頂に着くはずなんですけど、あ、ここや。はい、音羽三山の最後の一つ、熊ヶ岳、標高904メートル、到着しました。はい、はい、というわけで、音羽三山制覇しました。ここから大峠、はい、ここですね。大峠の方に向かって下山していきます。あ、ちょっと開けた。いいな。もうなんか見えてきたぞ。はあ、なんじゃこれ。あ、あれか、反射板やなこれ。はい、はい、なんか電波の反射板が見えてきました。反射板のとこの横を通ってきて、この反射板を右ですね、なんか下にも道あるんですけど、こっちに大峠の看板があるんで、はい、こっちでやってますね。お、三角点あるで、四等三角点。何の三角点やろ、はい、大峠の方に向かいます。お、なんか見えてきた。
これは何じゃ、何ですかね。よいしょ。あ、ここが大峠か。はい、ここが大峠ですね。大峠到着です。不動滝の方に降りていくんで、ルートはこっちです。右側、はい、降りていきます。はい、大峠から10分ぐらい降りてきたんですけど、なんか舗装された道に出てきました。このまま下まで舗装された道の、ちょっとわかんないですけど、下まではだいたいコースタイムで1時間ぐらいですね。はい、このまま降りていきます。あ、これが不動滝かな。あ、こっから下に行けるな。お、あったあった、不動滝や、それやな。おお、すごい。うわ、すごい、虹が出てる。おお、よっしゃー、帰ってきたー。右に曲がります。はい、車の走る車道を不動滝から20分ぐらい歩いたところで、右に折れて、で今駐車場に向かってる道なんですけど、こっから駐車場まであと5分ぐらい歩いたら着きます。車で来る場合も同じ道です。これをずっと残っていったら、よっしゃー、帰ってきたー。はい、降りてきました。今日は音羽山が登ってきました。重曹やったんで、まあちょっとアップダウンはあったんですけど、気持ちいい山歩きができました。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。まなぎでした。さよなら。And I'll await the time when I look you in the eyes and say